フィリピンハーフはいじめに遭いやすい？残念なその理由とは？日本人とフィリピン人のハーフというと、なぜかマイナスイメージを抱えている人が多いのは気のせいだろうか。中でも彼らはいじめに遭いやすいのではと考えている人が多くいる。これがもし欧米系外国人とのハーフだったら、きっとそんなことは思わないのに。なぜフィリピン人とのハーフだとそう思ってしまうのか。その残念な理由について考えていきたい。フィリピンハーフのいじめの現実、実際にあったリアルな体験。俺が小学校の頃、実際にあった体験談を一つ。小学校高学年になった頃、フィリピン人と日本人のハーフの男の子が俺のクラスに転校してきた。彼は年の離れた妹のことを非常に大事にしていて、学校が終わると妹を保育園に迎えに行ったり、家族のために家事を進んでしたりと、毎日一生懸命だった。すぐにクラスメートとも打ち解けて仲良くしていたのだが、ある日一部のクラスメートから、母親が水商売をしている、体を売っているなどと事実と違う噂を流れたことをきっかけで、その日を境にクラスメートの半数以上が彼を無視するなどいじめに発展してしまった。日常的なからかいから始まり、上履きや体操服を隠される、展示物にいたずら書きをされる、ひどいと打たれたり蹴られたりすることもあった。こういったことも辛かったと思うが、何より辛いのは家族の悪口を言われたことだと思う。次に自分がいじめられるのではと恐れるから、俺を含め友人もなかなか立ち上がれずにいたが、担任の先生がたまたまいじめの現場に遭遇し緊急学級会となり、いじめ問題は早期に解決されたのが不幸中の幸いだった。親がフィリピン人というだけでいじめられるなんてひどい話だが、上記の件に関していじめの原因を作ったのは嘘を子供に吹き込んだ加害者の親だったのではと思う。フィリピンハーフは頭が悪い？性格悪い？残念な勘違いと偏見。さて、フィリピンハーフというと頭が悪いや性格が悪いなんてイメージを持っている人もいるようだが、実際はどうなんだろうか。一言で言ってしまえば人によるが妥当な言葉だろう。頭の良し悪しが人種によって決まるとは思えないし、性格も育ってきた環境やその親や家族の性格などによっても変わってくるからだ。日本人だって頭や性格のいい人もいればその逆もいるのだから、フィリピンハーフだから絶対に頭が悪い性格が悪いと考えるのはおかしいことだろう。それでもそういった偏見が起きてしまうのは、フィリピン人に対して良くないイメージを持っている人が今でも多くいるからではないだろうか。フィリピン人のハーフというと、ほとんどの人は日本人男性、主に年配にフィリピン人女性という組み合わせを思い浮かべるのではないだろうか。そしてこの組み合わせはフィリピンパブで日本人男性にうまく取り入ってお金目的で結婚したのではと考える人が知っての通りである。親の世代は特にそういう人が多かった。それを子供に話すことで子供はフィリピン人やフィリピンハーフに対してマイナスイメージを持って育っていき、お金に汚い、ルーズといった悪い面ばかりがピックアップされ、フィリピンハーフは性格が悪いという勘違いが生まれてしまっている。大事なのは人種に惑われず、その人自身のことをよく見ること。働き者だったり底抜けに明るかったり、フィリピン人本来のいい性格を受け継いでいるフィリピンハーフはたくさんいる。フィリピンハーフの察しの悪さは天然ゆえ、キャラを生かして人気者に。フィリピン人が空気を読めないと思ったりしないだろうか。日本人は顔色を伺ったり言葉や態度で相手の気持ちを察するのが得意だが、フィリピン人をはじめ外国人は相手の言葉を察して行動することは得意ではない。これはもう天然ではなく国民性と言えるだろう。裏を返せば天真爛漫で自由気ままな性格とも言える。どこの場でも明るい性格の人は人気者になれる可能性を十分に秘めている。空気をうまく読めないのを気にして閉じこもっているよりは、あなた自身の個性をぜひ活かしてほしい。ところで学校でのいじめは日本だけのものなのか。そう思うほど日本では根深い社会問題だが、フィリピンなど外国ではどうだろう。子供をマニラの学校に入れたいです。フィリピンで学校を選ぶ時の注意点は、子供の頃が結婚すらしてない俺を捕まえて魔法でそんなことを聞いてくるシングルマザーの町田さん。現地在住者として信頼してくれるのはありがたいが、幸いこのフィリピンでは周りに子連れの日本人移住者も多く、学校情報には怠らなかった。フィリピンと日本の学校の違い。日本と欧米の違いをよく語るのは、意見をしっかりアピールする必要のある場面が欧米の学校では多いこと。フィリピンの学校ではそこまでではないが、やはり違う国の人たちであり、異
異なった意見やさまざまな価値観を知る場面が多く、子どもたちの柔軟な思考を広げる手助けになる。何より母国語ではない英語で授業が行われるため、特に言語能力が柔軟な12歳までなら英語の方はしっかりと出来上がる。事務的で情熱もなく忙しすぎて鬱になっている日本の教師たち、やたらいじめが多かったり、あろうことが教師までがいじめに参加、モンスタースペアリーにも蹂躙されている日本の崩壊した教育現場、経済界と同様に閉鎖感が拭えない。一方でフィリピンに目を向けると、さすがは東南アジアで経済成長率ナンバーワンのこの国、平均年齢も若く子供が次々に増えているので勢いがあり、また大人が子供を大切に扱うので彼らも伸び伸び成長する。ちなみに俺の場合は下見なしでフィリピンに単身移住したが、子供の充実した学校生活や安全を考えると下見なしではもちろん進めできない。フィリピンの学校はピンキリなので、よくわからないまま子供をインターナショナルスクールや日本人学校に入れてしまうと、日本にいる時よりもレベルが落ちることになる。母国語である日本語も中途半端、英語も中途半端となり、コミュニケーション能力に問題が出る。間もないと気づいてやめようとしても、外国では手続きが面倒だったりして広い目に。あなたがこの日本から子供と一緒に移住してフィリピンの学校に入れようと思ったら、事前の下見や情報収集は欠かせないものとなる。フィリピンの学校の特徴。フィリピンの教育制度の特徴としては、義務教育が13年もあること、そして公立学校は教育費が無料、別途かかる費用あり。日本と違うのは、幼稚園の1年が義務教育であり、また2年間の高校が義務教育、そして中学は日本よりも1年長い。1642が義務教育で、経済的余裕と学ぶ意思があれば、さらに大学に通うことになる。基本はシンプルな2学期制で、3月末から6月初めの長い夏休みを挟んで、前期と後期に分かれる。1クラス、40人から50人なのは、ちょうど俺が新倉省にいた頃と同じ規模。やはりフィリピンは今の日本と比べ、ずっと子供が多いのは学校を見れば一目瞭然。日本人が子供を海外の学校に入れたいと思った場合、やはり考えるのはアメリカやイギリスなど。しかし当然ながら先進国であり、教育費は高い。このフィリピンの場合は、それと比べてずっと子数を抑えることができる。かといって教育レベルが落ちるかといえば、そんなことはなく、欧米の名門校の分校があったり、レベルの高いインターナショナルスクールもある。ちなみにこちらの日本人学校は、一時的にフィリピンに滞在する日本人が前提であり、日本語の読み書きなどができ、かつ遠くない将来、日本に帰国する予定があることが入学の条件になる。フィリピンの高校にお子さんを通わせるのを考えたことは？フィリピンの生活も長くなったが、高校を含め教育制度はだいぶ日本と違っている。少なくとも俺が通っていた国学院高校とはかなりフィリピンの高校のユニークな点。フィリピンでは日本と3年が異なり、2年が高校の時期になる。面白いのは新興国でありながら先進国の日本より義務教育期間が長いこと。幼稚園で1年、小学校は6年、中学校は4年、そして高校までが義務教育になっている。さらにここはやはりアメリカの文化を襲来しており、かつすぐに飽きるフィリピン人の性格からしても正しいが、参加型の授業が多いという点。ただ座ったまま先生の話を聞きっぱなしになるのがほとんど日本の学校。積極性を失ったり、しっかりと考えるトレーニングをしてあっているのはやはりフィリピンの方だろう。ちなみに高校に限らず、フィリピンの学校では学期が前期と後期の2つしかない。日本人がフィリピンの高校に通うと、なんといってもフィリピンのメリットといえば人件費や物価の安さ。当然高校での教育費も抑えられる。日本人でも冬休みに夏休みに子供をフィリピンに短期留学させるケースが増えてきたが、この場合も欧米と比べて留学費用は格段に安くなる。一方で新興国とはいえ、将来海外で働こうという人も少なくないからことから、教育レベルは意外としっかりしている。そしてフィリピン人の武器になっている英語力。綺麗な英語を話すとアメリカ人も認めるフィリピン人の英語。頭を柔軟な時期にこういった環境に入ってしまえば、国際感覚とともに英会話力の基礎を早い段階から身につけていくことができる。日本のアニメは現地で知らない子供はほとんどいないので、高校に通っても溶け込みやすい、受け入れてもらいやすいというメリットも。日本人の10代はあまりにも恵まれすぎて、物質的社会的な環境で全てが当然と思いがちだが、自分たちとは違うこういったフィリピンの環境で過ごすことで、日本に戻った後も小さなことに感謝できる気持ちを持てるようになる。これが個人的には最も大きいベネフィットだと考えている。いかがだっただろうか。フィリピンハーフに対して偏見を持っている一部の人が原因で彼らにマイナスイメージを埋めつけてしまい、その結果いじめなどの差別につながっている可能性が残念ながらあるようだ。
個人的な経験でも桜田でお茶をした。ゲーマもキャノピーの息子がいじめられることに悩んでいた。俺と同じマザコンの彼に時は同情心を湧き立てられた。まずは勝手な偏見を捨てて、その人の良さを理解しよう。きっと新たな一面に気づき、お互いに歩み寄れるはずだ。